それでは11月22日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。小さな一歩から始めよう。よし、今日から勉強を始めるぞと思って勉強しようとしても、独学だと怠けてしまいます。多くの方が勉強の習慣がいつまで経ってもつきません。それでは合格できないのは当然ですよね。そうならないために、誰でもできる行動から始めましょう。実際私も行っていました。勉強するためにまず一番最初にやったことっていうのは、9時から10時まではスマホをマナーモードにする。もうこれだけなんですね。なんで、まあ、勉強はしてません。勉強はしないけども、まずマナーモードにするっていうことだけをまずやったんですよ。で、次の日は前日に行った9時から10時、これ夜の話ですが、スマホをマナーモードにする。まあ、これは同じくやります。で、さらに問題集を開く。ここまでやるんですね。で、ここまでで終わりです。この日も勉強してません。で、さらに翌日。翌日は、同じく9時から10時まではスマホをマナーモードにします。さらに問題集を開きます。そして1問だけ解きます。で、これを1週間続けたんですね。で、そしたら翌週は、この1問だけ解くっていうのを2問だけ解くにするんです。で、こういった感じでできることを行って、それを習慣づけるんですよ。で、勉強の習慣づけができてない人が、いきなり10問やると言っても、三日坊主になるのはやっぱ明らかなんですよね。だからこそ、できることを少しずつ増やしていく。これが重要です。それでは本日の3問に入ります。映画善意無過失で、8年間所有の意思を持って平穏かつ公然に他人のものを占有し、引き続き B が2年間占有した。B は他人の土地であることを知っていた場合、B は取得事項を主張することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。答えはどうなっているか、×ですね。取得事項を主張するもの、まあ、今回で言ったら B なんですけども、B は前の占有者 A の占有期間を合わせて主張できます。これ占有期間の承継って言うんですけれども、つまり今回 A さんは8年間占有して、B さんは2年間占有しているということなので、B は10年間占有したことになります。次に、前の占有者 A の占有を合わせて主張する場合は、前の占有者 A の事情、つまり善意とか悪意だったりとか、有価質無価質、こういったものも承継するんですね。引き継ぎます。では本問に当てはめて考えてみます。そうすると B が善意であっても悪意であっても、前の占有者である A さんの状態を承継することができるんですね。そして前の占有者 A の状態を承継すると、前の占有者 A の占有開始時、今回の問題で言うと、これ善意無過失って書いてありますよね、 A さん。だからこの善意無過失を B さんが承継するということなんですよ。 B さん自身が悪意だったとしても、善意無過失として考えることができるんですね。で、さらに先ほども言った通り、占有期間も承継するので8年プラス2年で10年ですよね。したがって B さんっていうのは善意無過失で10年間占有していることになるんですよ。で、そうすると、善意無過失で10年占有するということは、時効期間満了するので、時効取得を主張することができます。従って答えは×になるということです。もうこれ基本事項なんで絶対押さえておきましょう。個別指導の受講さんは合格テキストで具体例を確認していただければと思います。ページ番号は、P26 ページですね。P26 ページの下に、占有の承継という部分がありますので、そちらから具体例をご確認ください。で、問いにですね、免許の要否です。地主 C が、その所有地に自らマンションを建設した後、それを入居希望者に賃貸し、そのマンションの管理を C が行う場合、C は宅建業の免許が必要である、丸か×かという問題です。答えは×ですね。地主 C というのは、自分のマンションを賃貸して管理しているわけです。自らが貸主だったり借主になる場合っていうのは、宅建業の取引には当たらないんですね。また、管理というのも、これも取引に当たりません。つまり C は宅建業の免許は不要なんですね。宅建業の免許が必要な場合っていうのは、宅地建物、取引業を全てに該当する場合なんですよ。今回取引、これに該当してませんので、免許が不要だということです。
で、途中なんですけれども、ぜひグッドボタン押していただければと思います。グッドボタン押していただければ励みになりますんで、よろしくお願いいたします。問い3ですね。道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する丸か×かという問題です。道路は道路でも、道路法による道路と建築基準法上の道路っていうのは違うんですね。道路法上の道路と建築基準法上の道路は違うっていうことです。これどういうことかっていうと、道路法っていう法律に道路っていうものが定義されてるんですね。道路とはどんなものを言うのかっていうのが定義されています。一方で建築基準法においても道路って何を指すかが定義されています。この道路の定義が法律によって異なるんですね。例えば、幅が3メートルの道路。まあ狭い道路ですよね。このような道路っていうのは道路法上の道路であったとしても原則建築基準法上の道路ではないんです。つまり建築基準法で考えるとこの幅3メートルの道路っていうのは道路じゃないんですよ。まあ、しかし、4メートル未満の道路、まあ、この3メートルの道路ですよね。幅員3メートルの道路であったとしても、特定行政庁が指定した道路については建築基準法上の道路になります。まあ、特定行政庁っていうのは、まあ、知事だったりとか市町村長っていったイメージです。今回の問題文で言うと、道路法による道路っていうのは全て建築基準法上の道路に該当するって書いてあるので、これは誤りですよね。該当しない場合もあるから誤りだということです。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。できればグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンがたくさんあったり、またチャンネル登録者数増えますと私も励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。